それでは今週も始まりました、素人参加型、今日本で一番熱い戦いがここにあるクイズサバイバルの時間です。さあ本日も一般公募の方からですね、挑戦者の方が2名、このスタジオにいらしていただいております。まずは、赤コーナーの方でございます。赤コーナー、北海道から参りました学校の社会の先生、副島さんです。拍手お願いします。さあ一方で青コーナー、東京都からお越しの、自称クイズマニアということで、相当強敵かもしれませんね、クイズマニア横溝さんです。拍手お願いします。さあこの2人の熱い戦いが間もなく始まろうとしております。それでは準備はいいでしょうか。では早押しクイズの方を始めてまいりましょう。第1問、日本の一つ前の千円札の肖像画は誰か。時間切れです。さあ次の問題に参りましょう。次の問題です。春の七草といえばセリ、ナズナ、五行、箱べら、あと3つは何。次の問題に参りましょう。問題です。日本記録である868本のホームランを打った元巨人の野球選手といえば。一旦 CM です。丸腰で来んな。出るって分かるやろ。その辺の問題は丸腰で来んな。社会の先生は紙幣の顔を答えろ。クイズマニアは全部答えろ。丸腰で来んな。